こんにちは。リフォームの達人プロデューサー、山さんです。こんにちは。旅するリフォーム営業マン、まえちゃんです。はい、まいちゃん、今日もよろしくお願いします。よ早ろし速くおな願んいしですけます。ど、はい、今日のテーマで何をかけました？今日はですね、ブリを釣りに日本海に来ておりまして、今日は3月21日、春分の日、最強開運日ということで、出世魚、ブリを釣りに、果たしてビフォアのハマチが釣れるのか、アフターのブリが釣れるのか、今頑張っております。元と成長と、そして新しいその世界へ扉を開いたのか、今日もお届けしましょう。キッチンではなく、今日はお風呂、トイレ、洗面ということで、内容はですね、この新しい洗面のボール、これもポイントになりますよ。ということで、早速お届けしたいと思います。今日の内容、お風呂、洗面、トイレのビフォア、まずは、ハマチでしょうか。道音からいただきました。築26年のマンションです。新築当初から住んでいます。そんな方多いですよね。風呂のドアは開き1枚扉でした。その頃は感じていなかったんですけど、ちょっと右寄り？まあ、ちょっと、確かにちょっと右寄りじゃないですか、この通路のところ。そうですね。ちょっとギリギリって感じですね。そうですね。ということで、今度のアフターブリはちょっとこの辺。補正されてるんでしょうか。お風呂は日立だと思います。トイレはとうとう、洗面はよくわかりませんでした。浴室はサイズ1418に対して窓があります。カビが少なかったのはこの窓のおかげだということなんですね。で、2ハンドルのこの浴槽のところの水栓、そしてシャワー、掃除用具もここ置いてありました。この時代のお風呂ってこういうタイプ多いですよね。いや、よくありますね。この埋め込みのタイプですよね。はい、今回はお手入れ、ぬめり、この辺がスッキリするような工夫もされてます。後でどうぞ。タオルや桶はこの壁にマグネットがつかなかったので、桶は吸盤で、フックで、こんな感じですね。かけていました。わかります。で、見にくいんですが、給湯器のスイッチ、この位置にややちょっと高めという形で、まあ浴槽からちょっとこう、身長の低い、方だとちょっと、届きにくいのかな。洗面台です。物がごちゃごちゃ。手前のドアの壁からお風呂の壁まで120センチです。右手には釣り戸棚ありますね。鏡の横の右手の。で、身長私155センチには上の方は手が届きませんでした。確かにあの上ちょっと麻雀位置関係高すぎますよね。収納としてはね。そうですね、洗面も奥行きがありそうなので、結構届かなかったのかなと思いますあ、ね。確かに。で、こちらもごちゃごちゃ。はっきりとわかりませんが、水跳ねで壁紙が変色しているところがありました。洗面のボールは小さめでした。人工大理石だと思うんですが、今の天板、汚れが取り切れず、全体に黒ずんでいました。やっぱこの壁のクロス、水跳ねの問題、それから以前のこういった人工大理石、シミの問題、こういったものっていうのは洗面あるあるですよね。トイレですが、夫の趣味で地図が貼ってありました。夢がありますね。ここの釣りとも手が届かず、あ、上のところですね。いや、これ結構届かないですよね。みんなもうトイレットペーパーとか言って上のところ。釣り糸の下に突っ張り棒で棚をつけてました。左に縦管、配管スペース、パイプスペース、通っている壁があって、そこから横に太い配管、これがもう、いわゆる横引きで壁出しの、こういったトイレの排水管ですね。で、奥の壁と手洗いの、間空いてるんですが、手が届かず掃除に困ってました。ここですよ。山さんもそうですよ。マンションなんですけど、そのパイプスペーストイレにあって、配管があって、そこに埃が溜まって、掃除が手が届かない。どう解決したのか。まさに今日、まいちゃんが言っている、新しい扉を開くための新しい世界、そのハマチからブリ、いやいや、サヨリ そういった形、サヨリじゃないな。ハマチの前もありましたよね。もう少し硬い意味のやいつろいね。ろあります。はい。ということで、アフター完成しています。行きましょう。ドン！ドア。おお、オレンジになって開口も大きくなって、ちょっと真ん中になりましたね。で、これだけでもすごい満足ですよね。前より広くなって左に寄って真ん中に近い位置になりました。以前住んでいたところはオレンジ、だったんですが、その頃と比べると軽くて安心して使えます。そう。だから開き戸にして、その前の時のオレンジ結構壊れてるってあるんですけど、今のオレンジね、軽いですよ。今のオレンジね、壊れませんよ。ということで、昔、オレードで嫌な思いした方、安心してください。続々見ていきましょう。お風呂は、タカラのグランスパー。
これ手始めですよ。アクリル人造大理石の浴槽に磁気タイルの床です。パネルはリネンホワイトで全面張り。全面張り、4面張りしたんですね。アクセントパネルにはしませんでしたが、飽きずに使えそうです。そうですよね。こう、シンプルだけど高級感ある。そんな感じ。あ、手すりもありますね、言い方。いかがですか、マージャン、これ。いやー、素晴らしい。私が入りたいですね。ね、これ確かに飽き来なくて、清掃性も、排水口のところ、ちょっとこう、ステンレスになっている。あの辺、浴槽の下のところも、あー、グランスパだな。で、手すりをつけたかったので、シャワーも手すりタイプに、なかなか体を見ることはないと思い、体調管理を考えて、鏡もつけました。なるほど。なるほど。カウンターはつけましたが、水洗の上のカバー、白い部分がちょい置きに便利です。あ、ああいった形でちょい置き、少しあると便利ですよね。で、ドアの横にも手すりつけました。わかります?マジで、ちょっと低い位置に手すり、ステンレスの。そうですね。あ、あれですか、フロイスから立つときですかね。ああ、なるほど、なるほど。で、タオルかけ、石鹸置き、洗面器、手置けなど。全部マグネット収納。ああ、マグネットで引っ掛けて、潰してありますね。使いやすいところに置けて、高さの位置ですね。浮かせる収納で掃除も楽です。前回見てもらった、あの、ぬるぬる、ぬめり、そういった、ところから浮かせる収納。あ、これも浮かしてますか。掃除用具はドアの反対側に。こちらもマグネット式。うちは椅子を使わずに、椅子あるとね、こうするの大変だから、マット。マットを使いますが、こちらもマグネット式で浮かせています。なるほど。給湯器のスイッチは使い慣れた前と同じところに、表示は向かい側のようですが、あの、浴槽に向かってのところ、手すりのところですね。浴槽が低くなった分、前より低い位置になりました。使いやすいんじゃないでしょうか。こう入ってる時に、こう設定温度変える。ただ、今、本浴槽だから、その差し湯じゃないけれど、こう、追いだけても使うこと多分ないんじゃないかなと思うんですけどね、もともとマンションだし。スイッチの位置が変わったので、風呂蓋の位置も反対側に、風呂蓋フックもマグネットなので、気になったら変更できるのも嬉しいです。ああ、この辺マグネット、宝放浪いいですね。洗面台はとうとうの策は、私はやっぱり髪を染めたくて、やっぱり陶器ボールに決めました。サイズをどうするか、いろいろ調べて75センチにして、残りを造作。あ、あの洗面台のあの、木彫のメラミンのやつですね。こちら、カウンター兼オープン棚を作ってもらいました。メラミンの板を貼ってくれたので、多少の水跳ねも安心です。色は全く同じではないですが、なかなかいいと思います。まあじゃあこれいいですね。いや、もう、めちゃめちゃ完璧ですね。もう、この壁の棚ですか?タオル掛けのところまで色合わせていて、素晴らしいと思います。いや、で、もう一つもな、トートのサクアっていう形、まあ、陶器ボールで染めるっていうところがあるんですけど、いや、でもカウンター長くないと思うんですけど、これ造作したらいいんですよね、こういうふうにね。いや、すごい素敵。なんかもう、もともとこういうものがあったかのような、あの、素晴らしい出来栄えですよね。そう。サクアの陶器ボールで長いやつないの?みたいな感じ。これだったら、これ工夫だなというふうに、素晴らしい。このアイデア、ぜひ皆さん、真似をできたらいいですよね。前の釣りと、この右壁の届かなかったところですね、洗面の。についていたコンセントを活かしてもらいました。あ、なるほど。こちらの方ですね。ミニヒーターを使うときに、使っています。あ、工夫いっぱい。タオル掛け側の壁にはパネルを貼ってもらいました。水跳ねも安心。これどん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 クロスのさっきの、内容が活かされています。まずは行きましょう。ショールーム巡りです。ショールームは宝等々リクシルトクラスの順に回りました。2021年、今から2年前の3月頃から YouTube で山さんやリフォーム関連のチャンネルをいろいろ見て勉強し、お風呂は宝スタンダードが気になったので、22年のゴールデンウィーク明けに、まず行きました。初めてのショールームでした。クリーンアップのお風呂もいいかなと思ったんですが、マンションには対応しないようなので諦めました。友人の家のお風呂はとうとうだったし、洗面所やトイレはとうとうがいいかなと思ったので、とうとうへ、ならばリクシルも行かれば、トクラスも見ておこう、と、当て続きに行きました。素晴らしいですね。かっこ、ニトリやヤマダ電機のリフォームを見に行きました。あ、ニトリ見に行ってるじゃないですか。いかがだったんでしょうか。誰かとうとうリクシルで迷いました。それぞれ、2から3カ所のショールームにも行きました。宝のマンションに特化したショールームに行ったとき、人造大理石の浴槽の断面模型を見て、品質の良さを感じました。そうこうしてるうちに8月になり、グランスパシリーズに変わったら選べる自由度が増して、希望にかなうプランが組めるようになったので、一気に宝に決めました。まさにこれ、あの、キッチンがトレーシャーに生まれ変わって大ヒットというように、お風呂もグランスパによって、あの時と、キッチンの2枚、2匹目の土壌のように、
グランスパ人気なんですよね。まあ、じゃあどうですか、ここのいきさつ。いやー、もうまさしく、なんていうんですかね、ストーリーというかですね、もうね、初めてショールーム行くまで1年以上かかってるね、形で、もう本当に人生の一部になってるな、リフォームは、という感じですね。一大イベントですね。いや、だから、リフォームしようと思って、さあ、半年後って、なかなかそうはいかないんで、やっぱりこういうふうに YouTube でしっくりじっくり、吟味しながら、楽しんでもらったらいいんじゃないかなと思います。陶器ボールは安心。洗面所は、やっぱり髪を染めることができる、そちら、キーワードに探しました。トクラスの陣代も惹かれたけど、やっぱり陶器ボールの方が安心かなと。サクアの深いボールは良かったんですが、サイズで悩みました。うちは幅が120センチ。そのマンションって多いんですよね。120センチぐらい。壁から壁。ぴったりなので、廊下側からのドアと、お風呂側のドアの、縁が当たるため、引き出しだと開かなくなってしまうことが判明。あ、額縁が出てるんですね。はい、でも、引き出し式にしたい。ネットでサクアの導入例をいろいろ探し、造作でカウンター兼オープン棚を作ってもらうことにしました。あ、これ他にもやっぱあるんですね。トイレは掃除しにくい隙間をなくしたかったので、収納庫付きのもので、これ、レストパル。一番最後に、もう一番綺麗なんで、一番最後に見てもらいますね、レストパル。とうとうとリクシルと見ました。手洗いの位置と素材感、つるんと汚れが落ちるトイレの本体が気に入って、とうとうレストパルに決めました。セフィオンテクト、100年ツルツル。100年であってもツルツル。それ、リクシルの言葉ですね。ということで、セフィオンテクト100万分の1、ナノテクノロジーでツルツル。もうみんな切り毛。で、これがまた大変でした。業者選んだ理由ですね。A 社。一つは地元のリフォーム会社で、何度か会社の前を通って知ってました。ホームページを見た通り、区発行のお店紹介の広報誌も詳しく載っていたので、候補の一つにしました。B 社。もう一つくらいは、と思っていたところ、宝のショールーム近くに見つけたので、こちらも候補に。後で知ったんですが、家の近くの大型ショールームのショッピングセンターにも、イベントでリフォーム相談会を行っている、そんな会社でした。C 社、後に A 社の見積もりがなかなか、出てこず心配に、急遽もう一社、宝のパートナー会社である区内の会社を候補に。B 社は30代の若い営業マンでした。洗面所の造作のことを話したら、高くなるのでワゴンを置いとくといいですよと、こちらの希望とは違う答えが返ってきました。見積もりは早かったんですが、希望を聞いてもらえないのが残念。まあ、あれなんですね。若い営業マンはね、人生最初で最後のリフォーム失敗したくないとか、ね、そんな考えで、あと、選ぶときなんで、値段でみんな買うとだけ思ってるんですよ。やっぱりね、こう、年齢重ねてくると失敗したくない。だから安物買いだけに行くわけじゃないっていうことを、やっぱりまだまだ若いのかなという感じですよね。C 社は50代から60代ぐらいの女性社長で、希望は聞いてもらいましたが、丁寧な仕事がモットーのようで、見積もりの金額一番高く予算に合いませんでした。多分この方は一番丁寧なんでしょうね。A 社は、家族が中心で経営している会社で忙しいようで、見積もりが一番1ヶ月近くかかり、心配になしが一番良心的な金額。で、そうなんですよ。だからね、馬車馬のようにね、吉野家の牛丼に早くやってると金額安くなるし、自分の提案とかにしっかりこだわりの持ってるところは金額、時間、だから時間かけるコスト。だから一番関わってくれるのは C 社。そして、やっぱり予算のところで言うと、家族系、小さいところは一番安いというところはありますね。で、B 社は多分、その、まあ、転勤が多くて、若いか、会社の形で、多分この若手の、営業マンも、将来いるかいないかって言ったら、いない可能性の方がよっぽど高い会社、そういった会社、いろんな形も、スタイル見てもらったんで、とっても参考になりますね。A 社は、夫は、常々、近くの会社の方が後々何かにつけ相談したり頼めるからいいと言って、真面目に取り組んでくれそうに思えた A 社に決めました。お、ということで、近場にある会社でホームページなどから実績や会話が見えたこと、また、宝のお風呂を値引きしてくれたものも決めてでした。宝の値引きはないものと思ったんですが、思わず大丈夫ですかと聞いてしまいました。少しの値引きですが、心意気もある。だから、ちっちゃいちっちゃい会社はこうなんですよ。だから、とりあえずもう、とにかく数で、だから、なかなかね、出てくるのも遅いし、そういった面で言うと、そわそわするかもしれませんが、その辺の良さってありますよね。考えてる良さに少しオーバーしましたが、それでも3社の中で一番良さに近かったです。ということで、こだわるポイント、やはり洗面所でしょうか？お風呂も初めは迷いましたが、熟考しているうちにメーカー側の変更が功を奏し、気に入ったプランにできました。このグランスパですね。で、トイレは結局レストパル一択でした。トイレ本体の機能は高性能なものを望んだんではなく、標準的なもので十分で、無駄なく隙間をスッキリさせ、掃除しやすくなるのが
希望でした。さっきの配管の後ろのところの隙間ですね。洗面所は75センチの柵を置いた後、120センチの残りの幅をどのように使うか散々、考えました。結果、造作で作ってもらい、希望に沿ったものが出来上がりました。メラミンを表面貼ってくれたので、多少の水を跳ねても安心です。洗面所の造作ですが、見積もりにはメラミンを貼るようになっておらず、現場で急遽追加でグレードアップとなりました。追加料金は子供へお住まいの補助金から差し引く形にしてくれました。最後ですね、2年ぐらい前からそろそろ水回りのリフォームをちゃんと、しなくちゃと夫と話してました。コロナもあり、YouTube を見始めて山さんのチャンネルでリフォームの地域を増やしていきました。でも時に迷ったり、これと決めたのに夫と意見が合わず、また見直したり、もうリフォームは無理かなと思ったことも、ああなんかありますよね。途中嫌になってしまい、何にも考えるのやめてみたり、ああいいじゃないですか。でも完成して毎日使うたびに満足しています。苦心したからこそ、お風呂、洗面所、トイレが家の中で一番好きな場所になりました。いやー、いいですね。素晴らしい。で、うちの工事は2022年12月14日から10日間、予備を入れて2週間の予定でした。ところが、なんでしょう1日目の初日ですね、お風呂、洗面台の解体無事に終わりましたが、2日目は朝から見ない顔の人がバタバタしてると思ったら、実は社長で職人さんにコロナの感染者が濃厚接触者が出てしまう。これもエピソードですね。うちの担当者は急遽別の現場に行くことになった。それで代わりに社長がうちを担当することに。どうもそちらの現場を解体してしまい、とにかく年内に住めるようにしないといけないということで、職人さんの手配に苦慮しているようでした。リフォームいろいろありますよね、まーちゃん。いやー、もう聞いてるだけでもうこっちがハラハラしますね。いや、もうでもなんか多分社長さんもだいぶこう、その時はうわーと思ったでしょうね。結局社長からお風呂と洗面台は設置できますが、中途半端で大変申し訳ないが、洗面台の造作とトイレはまだ手をつけてないんで、トイレ全体の工事は1月にさせてもらえないかと提案がありました。無理やりやれば普段付き合いのない職人さんにやってもらうようになる。そうなんです。応援なんです。だから急げばいいってもんじゃないんですよね。それでは仕上がりは不安でしたので、1月にきっちりやるという約束で日延べしました。全然いいんじゃないですか。使えてるわけですからね。で、1ヶ月後の2023年1月16日、17日の2日間で終わりました。待ち遠しかったです。って何が起こるか分かりませんね。いや、逆にね、何が起こるのが普通と思った方がいいです。まあ、じゃあ起こらない、大きい小さい別して起こらないことの方がないですよね、ほとんどね。リフォームは始まってからもいろいろ起きるというふうに思っておいていただいて、それは工務店さんの腕どうこうっていう場合もあったりするんですけども、リフォームはもうそういうもんだって思っておいていただいた方がいいと思いますね。山さんテニスしてるから、テニスなんか常にいろんなことだから、緊急対応、緊急対応じゃないですか。あ、ボール来た。あ、こっち来た。あっち来た。そうにやってるっていうことで、もちろん予想してますよ。ボール打つ前に、テニスだったらこういう風なスマッシュボール来るんじゃないかな。何ボールか来るんじゃないか。予想してる。リフォームを予想してるんですけど、いろんなこと、あなたに言わなくても、あ、ここどうする、ここ、あ、ちょっと解体した。あ、こっちだな。ってやってるっていうこと。ただ、もっともっと大きい流れで、こういったいろんな、内容があったということでシェアしてくれました。うん、山さん、写真のアップに苦戦して連絡、遅くなりました。失礼しました。いやいや、今回、ビフォーアウターのや、まーちゃんやっぱりやってもらうといいですよね。内容がたっぷりしっかりあって。いや、この、特にこのコメントも今回本当見本のようにしっかり入れていただいて、リフォームのストーリーからどういう商品入れたっていうのは本当に見ている方に参考になる動画に今なってるなと思います。そうですよね。やっぱこう、うん、学んだことをどんどん多くの方に役立ててもらえるような、そんな内容かと思うんですが、2022年9月の末に契約は無事に済み、2ヶ月後くらいに工事に、かなと思ったら、高田の設置の方が詰まっていて、工事もいっぱい詰まってるんですね。結局、12月14日からの工事でした。このエコ未来の補助金に間に合うかと思ったら、いきなりの終わり。そうそう、子供エコ終わりましたね。がっかりしましたが、うちは12月半ばからの工事だったので、次の子供エコスはいいじゃないですか。ついてますね。の補助金対象でいけそうです。そうそう、その通り、その内容、動画でもさせていただいております。まだ補助金は入っていませんが、この後ですもんね。で、昨年の12月頃は補助金の情報に気持ちがジェットコースターのように上がったり下がったり、今まさに3月30日の値上げと一緒だっていうことですよ。大変でした。その時山さんの情報はありがたかったです。次はキッチンのリフォームもやりたいので、今回の経験を生かして、また山さんのチャンネルを見て、勉強してリフォームを楽しみたいと思います。ありがとうございます。ということで見てください、トイレのレストラン、これ壁の色もまーちゃんの方がいいですね。これどうですか、見た感じ。いやー、昨日実は別のお客様のご自宅行ってて、最近壁のアクセントクロス、はい、グレーとかいいんじゃないですかってちょうど話してた翌日に素晴らしいトイレのアフターを見れて嬉しいです。これめちゃめちゃこうね、
なんていうの、ショールームみたいな、もうお手本のような感じです。床とね、これクリアのやつも合ってるし、パイプスペースがこう折り曲げてることによってあんまり違和感ないじゃないですか。で、お掃除が楽なようにレストパルになって、あのレストパルのそのパイプスペースの前にちょっとなんか置き台みたいな、あれゴミ箱かな？ね、なんか釣り糸をなくしてアクセントクロスにしました。色を迷いましたが、茶系で迷いましたが、綺麗にまとまってますね。ということで、LINE 登録で定期的にプレゼント配信してます。ぜひ山さんとお友達になっていただいて、こちらのように、ビフォーアフター、写真シェアシェア、今見ている方も、私ちょっと時間かかったけどと思っている方、急ぎませんので、ぜひ山さんにこちらの方をいただいて、ぜひ動画にして皆さんとこの喜びを、そしてさらにあなたの知識が他の方の役に立つ、そんな内容になっていただければとっても嬉しいです。ということで、まいちゃん、今日はトイレ、お風呂、洗面、グランスパ、サクア、レストパルでした。いかがだったでしょうか？いやー、なんかもう一つのご家庭のリフォームのストーリーをすごくこう物語を見たというか、来ましたね。もう苦悩からトラブルからね、いろいろ感動的な最後のアフターまで、もう最高の流れ、まあこれがリフォームの醍醐味といえば醍醐味なのかなと思いましたね。だってこう、前ちゃんとね、我々喋ったり、まあ、資料作ったり、パーッとしてこう喋ったりする。そんなに時間かからないけど、ここに至るまでに2年ぐらいかかってるわけですよ。動画を見て、ショール見て、そして思いがあって、そして工事もしたらいろんなこともあって、見積もりやってっていうのがここに凝縮してる。やっぱり、そこに想念が入ってるなっていう、最後のレストランを見た時に、うわ、素敵。ここが一番幸せなスペース。そういった内容、ぜひゲットしてみてはいかがでしょうか。ということで、あなたのリフォームをぜひ、こちらの方に待っています。せーの、必ずできる。へらっしゃい。見事な立派なブリでした。ありがとうございました。